カジャーノから見た、バルロディディアーノの眺めバルロディディアーノ、またはバルディアーノは、カンパニア州の標高を約450メートルに位置する、肥沃な高原である。谷は、マッタレーナ山脈とアルブルニ山脈に囲まれていて、高深夜には、湖となっていて、現在は、チレント及びバルロディディアーノ国立公園の一部である。地政学的な位置づけでここは、南イタリアの先端に移動するのに、 必ず通る地域である。その証拠に、ローマ人が紀元前128年にアンニア街道を残し、アラリック率いる西ゴートが410年の侵入の際に通過した。この地域に存在するコムネは、バンロディディアーノ山岳共同体として連合している。バンロディディアーノには、毎年多くの観光客が全ヨーロッパから訪れる。最も重要な観光資源は、 マドゥーラの修道院と、ペルトーザの洞窟だが他にも訪れる価値のある場所として、テッチャーノやカチャーノの歴史地区、サーラ・コンシリーナ・センベイ堂ポリッラの修道院などなど、バルロディディアーノは15のコムーネからなる。人口は6万5000人を要し、毎日仕事などで集まってくる周辺地域の住民を合わせると10万人を超えると見られている。主なコムーネは、 バルロディディアーノの中心ともいえる、約1万5千人のサーラ・コンシリーナで、ポルッダ、モンテザーノ、スッラ・マルチェラーナ、テッチャーノ、サッサーノの5千人以上の町が続く。最も小さいコムーネはペルトーザである。ポルッダとサンタルセーニオには病院がある。アーテナルカーナには広い工業地帯がある。サッサーノはランで有名。カルチョーホビアンコディ・ペルトーザは、 バルロディディアーノの北部特産の野菜で、ペルトーザ、カッチャーノ、アウレッタ、サルビテッテで作られる。イタリアで良い評価を受けつつ、ヨーロッパでは南イタリア料理を愛する人にもよく知られている。バルロディディアーノにはアウトストラーダエさんが通じていて、ポンラ、アーテナルカーナ、サーラ・コンシリーナ、パドゥーラ・ブオナビターコロの各出口から行くことができる。 ありがとうございます。